ようこそ僕の、シルビア博物館って言ってもいいぐらいじゃないですかね。まあどうぞどうぞ。僕が15年ぐらい前に D1 やってた頃に、自分のマイカーとして製作したりとか、こう改造したり走らせたりっていうのをまだ未だに持ってる、僕のシルビアコレクションのうちの4台です。はい、あの S1 さんのコンバーチブルっていうのがオーテクジャパンで発売されてた当時は 1800CA18 のターボのオートマしかないグレードだったんですよね。でそれに15の1台丸々部品取りを買ってきて、エンジンミッションをスワップして、もともと1800の CA18 だったやつを SR20 15エンジンに積み替えて2ストローク組んだり、あとは当時お付き合いしていただいてたブリットさんちからフルブリットにしてもらったりとか、あとはエアロを組んで全塗装かけて、であとはまあスポンサーさんのステッカー貼ったり、あとは自分的にこうノーマルタービンのブーストアップ仕様なんですけど、あのそれで1台完成させたようなやつです。でなぜこれを作ったかって言ったら、多分なんかあのググれば分かりますけど、ロデオ乗りっていうやつで、車のドアにまたいであのくるくる回るやつ、あれ用にわざわざ作りました、これを。はい、まあそれをやってたおかげで、まあわりかしこう僕の名前を知ってもらえたりとか、あとはこの車でイベントに出てそういうものを間近で見たなんていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、なので僕の中では結構思い出深い一台ですね。はい、これ僕が平成11年に新車で買いました。なのでまだ持ってます指折り数えて20年弱ですよね、もう。はい、あのちょっといろいろ僕も仕事が変わったりとか、いろいろこう事情が変わっていった時に、ちょっとやっぱ金銭的に苦しい時期も結構たくさんあったんですけど、その時にもう売らなかった車です、はい、やっぱこうこいつで苦楽を共にしたって言ってしまえばなんかちょっとあのかっこいい言葉になっちゃうんですけど、何かあった時に一番最後までこの車だけは手放さたくなかったっていうやつの1台なので、まだ大事に持ってて、だいぶ仕様変更してエンジンが3回ぐらい変わったり、ミッションは6機ぐらい変わってたりとか、目まぐるしく仕様が変わってて、今はもうほとんど走らせる機会がなくて、盆栽です、はい、盆栽なんですけど、当時はやっぱ D1 の本番車の練習用の車として作ったので、エンジンも排気量が上がってたりとか、タービンをフルタービン組んで当時の D1 車両と同じ500馬力ぐらいの車にはしておいた車です。はい、この S14 がちょっといろいろありましてね、僕この15の新車を買う前に14乗ってたんですけど、盗難にあったんですよ。で致し方なく1号また乗る羽目、本当は2台用意したかったんですけど、ちょっとそんなのもいきさつもあって、数年後に14出てきたよっていう話をいただいたんです。それがあの相模にあるグッドラインさんっていう、このエアロがそうなんですけどね、要は板金屋さんのもともとショップデモカーだった車です。でその車がサンルーフがついてたと。でその頃僕だいぶサンルーフ番長って言われてたぐらいで、こっちの、 あの新車で買った車もサンルーフついてるんですけど、サンルーフのついてるシルビアを集めたくてしょうがないっていう時期がちょっとありまして、でたまたまこれが赤かった、サンルーフついてた、タービン変わってた、できてるみたいなので、譲ってもらったのが最初のきっかけです。これでこれもやっぱブリヂストンさんのイベントだったりとか、あと自分で当時はナンバーもついてたので、これで峠走り行ったりとかしてた車です。はい、同じかと思いきや、ちょっとエアロパーツが向こうとこっちと違ってて、こっちはあのうちのやつがついてます。これももともと何も改造してないノーマルを買ってきて、1台あのフルチューンを作っちゃったから普段乗れる車がないよなっていうので、ノーマルを買ってきて、ノーマルからなんかあれやこれやでコツコツやってたらこんなになっちゃったっていう。でこれもわりかし車検が残ってる間は取材に使ったりとか、あとは走行会のゲストで一緒にあの走りに行ったりとかっていうので使ってた当時の車です。はい、結局ナンバーをつけて街中も乗れるけど、サーキット行っても走れるし、グリップもできるし、ドリフトもできるっていう、そのなんつうんでしょうね、こう言い方悪いと中途半端なんですけど、よく言うとオールマイティな車を常に乗っていたかった
ていうのがあって、あのドリフトしかできないだろって僕一言言われたのがどうしても残ってるんですよね。あのチキショーと思って、早く走れるしドリフトもできるしっていうところが欲しかった頃のやっぱ流れなのかもしれないですね。それもあってなんかどっちに寄せる車を作るっていう風にもしてなくて、自然とその真ん中の両方を兼ね備えられるっていう車作りがどうしてもなんか基軸の要は芯の部分にはあります、はい、あのこれもちょっと最近まで僕自分で足で乗ってて峠走ってた車なんですけど、こっちと大きく違うのって外装のパーツはね全く同じなんですけど、こっちはエンジンがオーバーホールはしましたけどタービン純正なんですよ。要はノーマルタービンのブーストアップって言われてるやつで、でこっちはミッションがニスモさんちのクロスミッション入れてますけど、こっちは純正です。なので多分一般のユーザーさんからしてみたらこっちの方が現実的な車なのかなっていう、今使ってるエンジン、今使ってるタービン、今使ってるミッションっていうのをそのまま使って、こっち450弱ぐらいあるんですけど、こっちは300馬力ぐらいの仕様です。多分普通の人がシルビアを乗ってターボ乗ってちょっと改造するんだったら多分これで十分満足できると思うんですよ。これがこの車に例えば5年から10年ぐらい乗って腕が磨かれてきたら多分こういうのが欲しくなるんじゃないかなっていうところの、要はここに行く前の要はステップモデルですかねの車をお客さんに作った車なんですけど、まあお客さんちょっと車を要はやめちゃうっていう話で、変なとこに売られるぐらいだったらじゃあ俺買うわっていう話で、要は帰ってきた車です、はい、なのでプライスもつけてますけどね。でも分かんない、日増しにシルビアの値段が上がってる、このプライス日増しに上がってっちゃうかもしれないですけど、はい、そんなのでやっぱ綺麗に作って綺麗なままで、でも走らないのはダメで、走らせるんだけどちゃんとメンテナンスきちんとするっていうのと、やっぱいつも綺麗でいるっていうところは多分こっちもこっちも一緒です。Thank you.